こんにちは、柴田です。今回はギブソンの SG をご紹介させていただきたいと思います。このギブソンの SG といえばね、誰もが知る超有名ギターだと思うんですけれども、 SG って何の略か知ってますか？ソリッドギターの略なんですよ。 SG の代名詞ですよね、ソリッド。それがそのまま名称になったというギターになっております。この SG なんですけれども、めちゃめちゃコスパがいいなと思っていて、というのもレスポールに比べて安いですよね。これは SG のスタンダードになるんですけれども、 SG のスペシャルはですね、非常にお手頃価格でギブソンギターを手に入れることができます。このスタンダードとスペシャルの違いはですね、まあ簡単なところで、見やすいところでいくと、このネックの横にですね、バインディングがあるかないか。これはね、レスポールも同じなんですが、あと台形かドットか、このインレイですね。細かくいくとなんかこのピックガードとかも違ってくるんですけれども、その辺はね、割と改造しやすい箇所なので、一番見分けやすいのはやっぱりバインディングかなというところですかね。ボディの材とかもですね、マホガニーで、スペシャルもスタンダードも同じなので、サウンド的にはですね、そう変わんないんじゃないかなと。まあ、ただ今回はレスポールと SG がどういう違いがあるのかっていうのをですね、音を比べてみたいと思います。レスポールは皆さんご存知のように、ボディのトップがメイプルになっておりますね。そしてバックがマホガニーなんですけれども、 SG はマホだけ、ボディもネックもマホガニー。まあ、それによってね、どういう風な違い、サウンドに違いが出るのかっていうのをこの後お聞きいただけたらなと思います。ちなみにこの SG はですね、ピックアップが490と498、めちゃめちゃいい感じで鳴ってくれます。イメージとしてはですね、結構ね、荒々しく鳴ってくれるという感じですかね。レスポールはね、メインプルがトップにある分、ギュッとまとまった部分があるんですけれども、 SG はグワーッといってくれるところがまたこれの良さじゃないかなと。鳴らし比べるレスポールはこちらのギブソンのレスポールスタンダードで、ピックアップはバーストバッカーになっております。
Thank you.